c v 今日も可愛いですねあ,ありがとうございます <laughs> 今日もくんちゃん可愛いですねありがとうございます <laughs> <laughs> もう今となっては、うん、もうなめっちゃ馴染みあるペアや <laughs> っと思う間違いないちょっとペアですね、はい、でも私は絶対ミ見えトやるやろうなっていうのはどっかで思ってたんで まあでも結構あ,のもうあるからさよくやるやん、うん、インスタライブもそうやけどうん、うん、宿舎の中とかでもまあ絶対やるやんその何人から集まっててもみいひとり子いるからなんかその気まずくはないうん、うん、普通んか日常にいて当たり前みたいな確かに韓国に行っても一緒やし日本に行っても一緒やから部屋も一緒やしだ <laughs> <laughs> からおらん時おらんねんな逆に。 楽屋行った時とかでも、絶対に隣と前にいんねん。もる絶対今日も隣やねん。そう、なんか、いつもそうやねん。<laughs> 本部に、なんか、一回考えて、なんか、すごい思って。 って思った日があってなんかミヒと離れてたことないなと思ったらなんか絶対に隣か前に行ってそこをさ意識してさ行ってるわけでもないんだけどなんかいいねで休みの日も基本ミヒとに行くみたいなそう休みの日絶対リクター遊んでるもんなそうだから多分みんな思ってると思ったわみたいな絶対思ってる最初は正直わからなかったけどねだんだん最近めっちゃ似てきたなって感じ。 しかも最近常に一緒にいるから余計に似てきた、うん、で、あと服の好みも一緒やねんハマるものも大体一緒になるやん多分お互いがさこれハマってるってなったらそれ影響されて好きになるしみたいな思うこととか全部似てる、うん、京都出身ってところも一緒やし関西弁使うのも一緒やし、うん 喜怒哀楽が全部一緒なのね。一緒。一緒。ガチでやばいよな。ほんまに一緒すぎて怖い。怒るとき一緒に怒ってるし、嬉しいとき一緒に喜んでるし、悲しいとき一緒に怒るとき。何のミヒで怒ってんのやろみたいなときじゃなくて、あたぶんこういうことで怒ってんのやろなとか、こういうことでな悲しんでんのやろなみたいな秒でわかる。結構性格似てると思う。大イブの中で一番似てそれは間違いない。結構そう。 練習を長時間できひん。そう。かだからやりたくないタイプじゃなくて、すっごい短期集中型。間違いない、間違いない。だからこの時間にゴーってやるのが好きなタイプ。うんうん、めっちゃわかる。そう。本当に辛だから他のメンバーやったらずっと長い間こう練習でいるタイプの人もいるけど、うんうん、うちらはすっごい短期にポーってやりたい。うんうん まこちゃんとニナとかが結構長期できる人な気がするでもりくとみーひとあとりおとかも何がおもろいってほんまに準備するのも一番早いしエレベーター乗る時とかいつも初めにいるのもみーひりくりおヤカとかその辺のマヤとか基本その5人が早いな行動 逆に違う部分やろそ,それを探す方が難しいな似てる部分を探すよりも違う部分を探す方が難しい,間違い,ないえー、何やろ,う何やろうだからミーヒーの方がもうちょっとポジティブやし確かにもうちょっと何も考えてきてるって言ったらやばいけどもうちょっとミーヒーの方が何も考えてきてる <laughs> いいやねだから何ていうのそんなこう落ち込んだりがないからあんまり結構一定してる<う>冷静やし そう。名いかもしれないリクはもうちょっとこうあるアップダウンが激しいそれはそうかもしれないでもそこあでも意外とあるなでもそれくらいやでもそれぐらいやなお互いをペットとして飼うとなったらいいかあんまり飼いたくないかいやでもいやリクは全然いいよペットってことはさ犬みたいな存在ってことやろまあ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 ほんまに絶対嫌やと思うねんけどだって超うるさいで。 一生ワンワン鳴犬やったらうるさいかもしれない。ずっと吠いて多分どんな人にでもさ吠えちゃう。噛むかもしれない。それはちょっと嫌かな。まあでもさ、似てるし、さ、でも逆に隣でミヒが落ち込んでるとき泣いてるかもしれない。そうやったらめっちゃ可愛い。超可愛い。お前も泣いて。木村愛楽一生からミヒ怒ってるけど隣でわあ燃えてさ泣いてたら、うん。だ唯一の味方かもしれない。でも普通に可愛いやろうな多分。 まあ買ってみるのはありだな。一回買ってみるのはあり。だってさ、なんかリクとミヒの関係性的に愛嬌を振り合う中じゃないや。どっちかというとふざけあってさ、変顔ばっかしてやってやからさ、普通に可愛い。そう可愛いと思うし、可愛いと思うし、綺麗やなって思うことあるけど、リクを見て、あどうしよう可愛いもう無理って。逆にはミヒは多分だってリクの方が年上やから多分ないけど。 疲れた時に「疲れた」って言ってんかこうお互いキュンってやる時はんかあうちらって可愛いないな大変で2人してさ「うん」とか言っての疲れすぎたらマックスになったらうなり出すところとかは可愛いいこのメンバーとかに対しては結構さ「リマ」とか泣いてたら超可愛いやん分かる?「かわいい」ってなるけどここはないよ。ん普通に仲良すぎて逆にないかなって感じ。

多分喋らへんかったらほんまに超アイドルのかわいいやけどこう知れば知るほど逆になんかそのあ思ったより兄ちゃんってサバサバしてるんやみたいなあんまりこうブリブリリしてなみ、まあ、ーひが来てはじめて初め i u プロの最初来てまあ可愛いしすごい来ないやろうなと思ったけどなんかちょっとどっからとっつきにくそうや。 たんよ最初見てなくて。だけど喋ったらなんか超面白いし、<laughs> 気合うし、でなんかいろいろちゃんと考え方もあのー、幼い割になんていうのちゃんと考え方は大人やし、みた、うん、いなところで、あこの子はちゃんと考えてるやなって私は思いましたよ。ありがとうございます。普通、うん、にでミーヒの歌ももちろん好きやし。さりますねえ、はい、のて言われた。普段こんなこと言う仲じゃないからな。いない。はいいつも可愛く癒されてますね。やっぱミーヒはリクの高音が好きかなって思う。ほんまに？うん それは嬉しいわ。嬉しい。まあ、リクは意外とあのー、物事をズバって言えるタイプやと。普段はさ、うんって感じだけど、<laughs> 話し合いとかの話題で、そういう時にミーヒーは言えへんの。できるやは一人で、まあ、考えてないとな分かるて、一人で、うーんうーんって感じないけど、うん、リクは意外と言えるタイプ。うんだからそこが私。これはミーヒの言ったけど、私は。 二の,の中で一番頭いいと思って思るからそそれそ <う S 1> それれななってくれるよ頭の良さが欲しいですね <laughs> 勉強の頭の良さじゃなくて例えばりくがめっちゃ苦手なのがさいろいろ書類ごとみたいなのあるやんああいうのんでなんか分かんらへんねんか <あー S 2> ほんまに分からへんくって言 <あー S 2> って「えこうやってどうしたらいいの?」みたいな「<laughs> え、これはこうかこ,こうで」みたいなめっちゃちゃんってできんねんって <laughs> で。でなんかいろいろ何かしら聞いてもえ「え明日のスケジュール何やっけ?」みたいなえ「え これはこの行った後何すんやっけみたいなあそれはこうこうこうでこれで撮るあのて撮影場所行ってこれでこうしてここでなんか服着替えてみたいなのをめっちゃちゃんと分かってんやんってだからすげえなとか思っていつもあの偉いなと思って感心しながらいつもミーヒを頼りにしてるんで、ね、嬉しいですねい頭いいって言ってくれるのマジでリクだけやからなでも結構頭いいと思うそのリクが割とリズの中でムードメーカーだと思うのねミヒはあ<ー>リクはあのー あれのところはあのリクがいればすごい周りまであのハッピーになるところだからリクがさ疲れてちょっとテンション低いときみんなどうしたみたいな何や <laughs> えリク大丈夫みたいなだからそうなる <laughs> まあ存在ってなんかすごいなって思う、うん、そうだなじゃあ頑張ってそいいテンションが保ちます <laughs> まあ無理にそうする必要ないけど、うん、お互いに合わせるとしたら。 あまあ、一生バラード歌っといてもらうかなあっ<ー>ゴルゴル代わり、えー、じゃあ美姫陸に一生横で笑っといてもらうかいやめっちゃうるさいでたぶんいやでもミヒ結構意外と陸の笑い声好きなんやだから今日もあの、まあ、ヘアショップ行くわけやメイクしに行くわけや、はいうん、でその時に陸の笑い声が聞こえてきて、うん、もう朝やからち結構眠かったわけうん、うん、でも今日も陸笑って<笑><笑> 結構リク笑ってるると <laughs> そんなこと思ってた。だからちょっとなんかリクの笑いがこうやって安心する。ーえー、だからちょっとまあ横でちっと笑っててお母さん的そうかやリクには笑っていてもらうか一生喋っていてもらうか。うかに沈黙あんま好きじゃないか。から <laughs> それは間違いない。ね、そうやな。えー、ーーはそんななんか超絶みたいなのはあんまないけど、うん、緊張心配タイプやし。まあでもドームの初日とかじゃない。うん みんなが緊張して当たり,当たり前ででもあもうなんか規模が大きいやつ明らかに誰が見ても規模が大きいそういうコンサートとかではやっぱさすがに緊張してるなっていうのは見えるかな、うん、ハグ求めてくるし。ア、うん、アリーーナツアーの日最終日。初日は正直自分も緊張したから覚えてないんやけどうん、うん、最終日はずっと一緒に彩香と3人で。 こうリフターのやその時にいつもやったらわちゃわちゃ冗談言いまくってるのがりくだけありくやばいなとか思いながらりく <laughs>、うん、って緊張したらほんまに分かりやすいよねマジで分かりやすいよなりく、うん、でも自分でも分かりやすいと思いながらいつもやってるもん、うんうん、こうやってもう超分かりやすいんやるなと思いながらなそれぐらいしかあんまないかな普段。りく、うん、に関してもあんまりまあそんななめ,めっちゃあるタイプではないからうんうん、うん、リオなリオとリマな <laughs> はねあの二人結構お互いにありがたかった瞬間でもあでも結構あるけどなミーヒもあんねんで普通にこの時とかじゃなくて気があってこんなにもそのんかお互い超似てるタイプがいることがまずありがたい確かに間違いない自分がちょっとテンションまだ大丈夫な時てありみんなとテンションが違う時と別にミーヒやったら多分何でも受け止めてくれるやろな精神でなんかうんってこう。 話しかけやすい。確かにそれはミヒもそう、うん。そう。だから。そういう時は。うん、あの、横にいてくれて良かったなって思います。うん、ミヒも、そうかな。疲れ、うん、ててもな。わりかし、喋っときたいタイプや。え、そう,そう,そうで。だから、自分がもう喋らへんかで、ガチで使えてたら、もうさ、どん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 、こうなっていくから、それが嫌なんよね。で、そういう時に、喋んのがでいく。うん、で、もし、ミヒがき、なんか、その、低くても。別に、なんか。 あ、この子も低いんやなぐらいやけど、全部一緒喋れる。なんかわかる。あ、ミーヒ今、あれか。っ顔ならへ低いんやったら低いなりに喋る。喋らせる。このトーンでな。じゃお前ななんで元気ないねんみたいな。ごめん。そうそう。なんか言いやすい。めっちゃわかる。っていうのはあります。これからなんか、約束、なんかやりたいこととかさ、やろうっていうこと、約束しよう。結構な、言ってること多いけどな。しかも二人でよく遊ぶから、やりたいこと多いけど。 でも最近言ってたのは何か一回東京の方で遊んでた時にめっちゃなんかいいところ行ってんな,<う>なんか雰囲気がすごい落ち着いててちょっと昔みのある感じの日本の街かうん、うん、しかもその日に二人でサウナに行ったから余計温泉に入りたくてそう旅行気分やったから<う>いや行きたいな。二人で超調べたののにな、うん、その日だけ 間違いい。なその日だけそれ以降も何も調べないけど計画性がないからそうほんまにないから結構何日も2日もやばいなんならその日に行く行こううわみたいなタイプやから前日まで映画行こうって約束してたのにその日になったらもう二人とも全然行く気ないから2回も買ったっていうのが結構1回じゃない結構何回もある何回もあるだからそこはちょっと難点やけど行きましょうはいはいはい まあね、温泉行くことも決まって、うん、ということですけれどもまま、ね、なこういうこの機会を機になんていうのいろいろお互い本音で話せてよかったかなって思いますね <laughs> まあでも正直いつも喋る感じとは変わらへんけどうん、うん、だけどまあなんか知らんかったこととかもあったんでちょっと照れましたけど。うん、照れてるや、まあでもうん